皆さんお元気ですか。よいしょ、カガジーです。てて、今日はこちら、はーい、よいしょよいしょよいしょ、苦節2年2年短いな。ついにイチジクちゃんの収穫がやってまいりましたよ。昨年2粒だっけか、ホワイトイスキアちゃん食べて終わったけども、今年はほら紫色の子まで来ましたよ。とはいえね、これちょっと問題児なのよ。その模様をまずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。はい、ということでね、この紫ちゃん、ロングドゥとバナーナ、バナーネちゃんとして買った苗から育てたんだけど、バナーナ、バナーネ、ロングドゥとちゃんってこんな紫にならないよね。白いちじくだったよね、あれ。どう見てもこれ、慣れ親しんだあのドーフィンちゃんじゃないの、これ。ねえ。あれあれっていうことで、出品者さんがドーフィンも育てて、てそれでラベルミスとかなのかな、それとも確信犯かなって思うんですが、まあどっちにしろうちのドーフィンちゃんとして育てている木は今年なぜか実がつかない。去年も実がつかなかったんだけど、あれも違う品種じゃねえのかな、実がつきにくい品種とか、そんな可能性も見えてきたよね。で、ネグローネちゃんかな、このタイミング8月の半ばで実がちっちゃいのができ始めたから、やっぱりあれはできるのは遅いんだね。ってところからも、まあそんな感じでね、とても実つきがいい木なので、おやおかしいなって、ロングルートってちょっと気難しいところがあるって前も話したんだけども、うちでは一番順調だぞってのは育てやすいドーフィンちゃんだったからっていうオチかもしれない。まあでもドーフィン味好きなんで全然いいかなって思うんだけど、まあそれでお次のベランダ動画もう一回見ていただきますけど、はい、こちら。はい、ということでね、まあ狭いベランダが気づいたらジャングルになって、立ち入ることすらできないのよ、ガジガジ。はい、ということでちょっと育つ具合を考慮せずに品種を増やすぎたね。めちゃめちゃ育つイチジクを狭いベランダの人間が5品種育てた末路ってタイトルにしようか今回。そんな感じでね、ベランダどうにもなんなくなってきたね。ってことで、まあうちのベランダだとせいぜいイチジクちゃん2品種だね。5品種は育てすぎた。ってところで、
残り3品種はもしかしたらリストラするかもしれない。あとはね、剪定をこまめにやって短くちっちゃく仕立ててスペース確保って感じかもしれないね。まあそんな中、はい、いろんな熟し具合がいっぱいいますけども、こちら全部残りはホワイトイスキアちゃんです。ホワイトイスキアちゃんもすごいよね。こっちに持ってこようと思ったんだけど、もうでっかくなった上に実が山ほどついてて、ちょっとね無理だねあれどうしたらいいんだろう、うん、まあこんな感じで順次どんどんバンバン8月の中頃でも頭ぐらいからもうね熟しすぎて腐ってみたいな実もあって、気がつかなかったと思って慌てて今日収穫したんだけども、これでもやっぱり熟しすぎの実もちらほら見えとるよね。この辺とかさ、もうかなりやばい。ってことで本格収穫の実食参りたいと思います。まあまずはどうしようかな、このかなり去年でいうとちょっとギリ超えそう、ちょっと超えてるぐらいの、ほらなんか皮も透明がかって、うん、匂いは、うん、匂いは特にやばい匂いしないね、うん、っていうのが1個と、どっちがいいかな、こう若めだけど柔らかくなってたんで多分ちょうどいい感じでしょう。じゃあちょっと大きめのこちらでいきましょう。はい、それからどう見てもドーフィンちゃんでしょうっていう、はい、こちら1個、はい、この3個を切って食べていこうかなって思いますね。まずは軸はちょっと食べらんないんで、シュッシュッ、はい、シュッ、軸が全部取れました。さあここから半分にしていくんですけど、あ、ちょっと切り口からもう白い汁が垂れてんだけど、これかぶれるやつじゃない、大丈夫、はい、ということでドーフィンちゃんらしきここから、あ、この子も汁出てきたね。半分に割ってみますよ。にゃーこいつは美味しそうだ、完璧だろこれ、やった、ついにやりましたぞ。まあ木がちっちゃいんでね、売ってるサイズは望むべくもないんだけども、あんなのは畑で作ってるだろうからさ。さあではこの汁がちょっと出てる若いイスキアちゃん、若いイス、あ、うまそう、中でもちゃんといい感じだね、いいね、うわ美味しそう、ほえー、さあラスト、このかなりギリ超えてそうな、これちょっとかなり色変わってるところが見えるように切ろうか、はい、あ、出た、去年も見た気がするこの感じ、ほらちょっとやばし、この感じやばし、大丈夫かな、お腹壊さないかな、ドキドキだ。ってことはまだ外側が青い、これぐらい、そうだね、これなんかもうダメだろうねきっとね、うん、あ、どうだろう、でも甘い匂いがする、甘い匂いがするからいけそう、これぐらいで食べるといいのかな、はい、ってことでね、よいしょ、こうしよっかすごい糖度がすごそう、触った手がさ、多分これ糖質だろうね、糖質でペッタ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 すんのさ、あ甘い、指が甘いということでね、切り終わりましたぞ、いや素晴らしいっす、ということで試食行ってみたいと思いますぞ、実食。まずは安牌なホワイトイスキアちゃんの、まあ、程よい感じの熟し具合、いただきマンモース、うんうん、あ、うん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 、マイユーフレッシュなホワイトイツキアちょっと噛んだ、はい、あ、フレッシュでうまい、うまいうまい、あ、美味しいね、ちょっと青臭い感じがちょっとだけね感じるんだけど、それが逆にフレッシュでうまい、まあ、昔食べたイチジクの乳臭さではあるんだけど、量が少ないからフレッシュさに寄与してる、うまい、あ、うまいね、
ってことで、ちょっと大丈夫かな、これ大丈夫なのかな、明日トイレ常駐にならないかな。完熟オーバーのホワイトウイスキーいただきマンモス。発酵してるぜホワイトウイスキーってことで、あれちょっと酵母発酵してちょっとね軽くねアルコールの味がする。あ、ちょっともう酔いが回ってきた。嘘や、こんな完璧な感じでアルコール発酵すんのこれ、うまちょっと笑い情報になってる、酔ってきたから。私お酒弱いのよ実は。あ、お酒の味大好きなんだけどアルコールに体が弱いからすぐ酔うんだわ。これうまいな、これうまいな。酵母だけが発酵に参加したってことか、すごいね。うちのベランダすごいな、食べるお酒ができちゃった。結構ね多分アルコールの数ちょっと高いかも、これちょっと高いかも。まあでも食べ物なんで酒税法には引っかかりません。漬物と一緒で、漬物もあれアルコール発酵してんだけど酒税法にかからないのは飲み物じゃないからなんです。だからそれを漬物とかも飲み物として作ったらダメですよっていう、ダメですよ、アルコール 1% 以上のものを作ったら税務署から人が飛んできて締め上げられますキューってということで、残り半分、あ、こっち食べずに残り半分いくぐらいうまいんだな。いただきまーす。あー、アルコールだこれ、この味はアルコールだ、うめー。あのイチジクの甘みとその甘み糖分を酵母が食って算出したらアルコールの風味がめちゃめちゃうまい。洋菓子みたい。あ、そう、洋菓子みたい。うまい。これ多分ケーキだと洋酒とイチジクを、フレッシュなイチジクでケーキ作ったりするんだと思うんださ。でもね、これね、イチジク、発酵したイチジクだけで、それが再現っていうか、新たな味わい。まあ、これでお腹壊さなければ最高だよね。今後もここまで待ってから食うか。発酵はやっぱり腐敗との隣り合わせなんでね、別の菌が繁殖したらお腹ゴロゴロになる腐敗になっちゃうんで、いやーでちゃんとマジで酔っ払ってきてる。私ね顔赤くなるんだよ、今赤くないけど、うん本当は赤くなるの、多分なってると思う。わ、こんな笑い情報なんないもんちょっと笑いすぎじゃねえ、大丈夫もう見てる人はドン引きになって、こんなん見てられない、止める、他の動画見るわみたいな感じになってんじゃん。ごめんなさい、自分が言ったことこれ今くだら、すごくなんかどうでもいい話してると思うんだけど、そんなことですらおかしくなってくるぐらい今ちょっと酔いが回ってきた。あれ、そんなに度数高かったのかな。あ、でも雰囲気としてはフルーツと洋酒で作った洋菓子みたいな味だから、やっぱり度数高いよね。うわ、うまっ。あれ、こんなんなるの、イチジク。そしてホワイトイスキーはまだまだ実がブワーってついてるんで、まあ去年とか1000個なるイチジクとしてタイトルとかサムネとかね、でちょっとつる感じになって多くの方に見ていただいてバッドつけてる方もいましたよ。1000個なるって言っといて数個しかついてねえじゃねえかみたいな感じで多分バッドをしたと思うんだけど、今年はまあ1000個とは言わないけど何十個か取れる感じだよね。もう今だって2個3、4、5、6、7、8、9、今日だけ9個で、あともう腐ったのが5個ぐらいもうすでに落っこってるの。これは無理っていう、匂い嗅いでもああ無理無理無理みたいなっていうのが5個ぐらいありました今のところ。で今ついてるのも多分30、40ぐらいついてる。2年目だよ、2年目で50個近く、1粒ちっちゃいとはいえ、いやそれでもこの1個の満足感
この発酵してると満足感。これ人工、人為的に作れねえかな、今食ったやつ。酵母発酵させて、天然酵母とか作るじゃん、いちごとかでさ、パン焼くのに。同じ感じで、ちょっとだけ砂糖を足して、潰して、置いといたら発酵するんじゃんやの。漬物的考えで。あの、お酒的考えじゃなくて、漬物的考えで。これ脱法行為じゃない？大丈夫かな？いやー、でもすごいね。これ、猿酒と言ってもいいんじゃないでしょうか。ちょっとすごいな。はい。ということで、さんさん引っ張った謎の多分ドーフィンであろうロングドゥート。絶対ドーフィンだろ、これ。売ってるやつの感じだもん。ということで、謎多分ドーフィンちゃんをいただきまんまーす。うん。あ、もう香りが、切ったとこの切断面の香りが、あの、よく店で売ってるイチジクだもん。ドーフィンだね。うん、うん。やっぱりドーフィンっぽいってことで、こうテンション上がりがいまいちな感じで、いや、うまいはうまいんだけど、でもやっぱドーフィンってちょっと癖あるのかな。え、これじゃなんだろう、蓬莱市？でもおけつがね、熟しても割れなかったんだよね。だから日本のイチジクではないと思う。やっぱドーフィンかな。糖度もホワイトイスキアより低いし、こっちの方がちょっと青臭いな。これだったらホワイトイスキアの若い子の方がカカジーは好みかな。ちょっと待って、じゃあちょっとこうやべえのあるじゃん。ほら、やべえの、やべえの来た。あ、ちょっとカバーまで来ちゃった。あ、こっちの方がよりやばそう。でも去年食べたのこれぐらいだった気がするということで、さっきのよりは発酵が進んでないけど、同じ感じの発酵の仕方、ほら外側が透明になってく感じ。いただきまんもす。うん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 、あ、うん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 、ジャムだぜ、ホワイトイスキア。あ、うまい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 、ま、甘いな、甘い。あ、これはね、発酵してなかった。発酵まで進んでなくって、熟しが進んでただただ甘くなってくっていう、ジャムみたい。食感もこうねっとりしてて、で比べるとやっぱりこっちの方がフレッシュなんだよね。で、フレッシュ、いただきまんます。発酵してないんだったらこっちの方が好き。まだこの色が、表面が緑から薄茶色になる直前、手で触ると柔らかくなったら即みたいな、こっちの方がいい。こっちはこっちで うまいんだけどね、ジャムみたいなんで果物食べてる感じしないんだよね。加工食品食べてるみたい。さっきのアルコール発酵したやつもだけど。残りいただきまんます。うんうんうん、あ、うん、こっちの半分は少しだけアルコール発酵始まってる。さっきの最初の半分はしてなかったけど、裏側がしてたんだね。へえ、これもうちょっと置いといたら1個目のような感じになったな。あ、うまい。あ、うまいな、これ。あ、絶対これアルコール発酵だ。うわー、うまー。いやー、残りのも結構、これ結構残りの子たちも結構アルコール発酵が期待できる感じじゃないの今回釣りサムネと釣りタイトルでやってやろうかなって。ジャングルになったあれをジャングルになったベランダを餌にして、ちょっとそんな男の末路みたいな感じでやろうかな、釣ろうかなって思ったんだけど、思いのほかすごい収穫になってやばいことになってる。うまい。ホワイトイスキア一株でいいんじゃねえの、うち。カカジー的にフレッシュなのも熟したのもホワイトイスキア好みです。ホワイトイスキアだけをベランダにいっぱい茂らせた方がよっぽど収量多いんじゃねえのっていうね、感じだよね。あとはこれを干し網で干してドライイチジクにするっていう手もあるしね。
さあ、それではこの謎の多分ドーフィンちゃん残り半分いただきまんます。臭いやっぱり独特の臭みあるな。これなんだろう。売ってるドーフィンよりも味がなんかいろいろ濃縮されて、独特のちょい臭みも強い。なんか独特の臭みがある。ドーフィンでもなさそうな感じなんだよね。で、糖度も低い。ホワイトイスキアに比べたらはらかはるかに糖度が低い。いや、どういうことなんだろう。あれ何なんだろう、あの品種っていうのを考えても、フリマーサイトとかでちっちゃい苗を買うのってリスキーだね。ホワイトイスキアはもう、あの、身のつき方と身の感じで間違いねえ、こいつはホワイトイスキアだとか、あとはゼブラスイートちゃんは身が去年縞模様のが1個できたんで、あれも間違いないっていう。でも今回みたいなロングドゥートちゃん、白いちじくの大きいタイプのはずが、あんなに紫になって、味食べてもあれ、なんかドーフィンともちょっと違う気がする、ドーフィンあんなに臭くないみたいな感じの実がつくと、ちょっとね、何の品種か判定できなくなっちゃうんで。でもね、実つきはいいのよ。ホワイトイスキアに次いで実がガンガンついてる。大きさはあっちの方がね、見て分かりの通りでっかい。なので総重量は同じぐらい実ができるんじゃないかな。で、それに対して残りの3品種、ドーフィン、ゼブラスイート、ネグローネ、3品種は今年実つかないんだよね。植え替えたせいなのかな、木の方に栄養がいっちゃったのかな。ちょっとそのまんま来年、あの、植え替え植え戻しとかもしないで、もう1年引っ張って、木が安定した来年にちょっと期待か、もしくはちょっとスペースがやばくて、今年ね、愛ちゃんとからしさんをベランダに出せないのよ、やつらが茂りすぎて。だからちょっと彼らのスペースも来年はちゃんと作りたいなって思うので、いろんな植物リストラもあるかな。あとね、いろいろベランダに出して育てているやつが、この今年の猛暑がやばすぎてガンガン枯れてる。多肉とか日光当たんないところの風通しいいところに置いてて、水やりも乾いてちょっとしたらあげるみたいな感じでやってても、やばい、枯れるやつはあっという間に枯れてくっていうね。やばいわ今年。畑も頻繁に水やりに行ったりしないと、あの、枯れる。トマトがすでに8月半ばなのにもう葉が茶色くどんどんなって枯れそう。ということで食べましたけども、あ、やばい、やっぱり酔いが回ってるわ。はい、ということで今回はイチジク2年目ホワイトイスキアちゃんと、あとロングドゥートのはずが紫色のよくわかんない臭みが強い糖度の低い実ができました。はい、シークンド極めましょうね。そう、カカジイはイチジクだってシークンド。ゼッサー、さよなら、お元気で。いやー、ホワイトイスキアアルコールちょっとなんかうまい、作りたいけど、やばいのかな、法律に触れんのかな、食品だから大丈夫でしょうちょっと本当に酔っ払ってるな、ごめんなさいね、本当に酔っ払ってるみたい本当に、いや、まずいまずい。はい、じゃあねいつもに増して雑だろ。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここ。です。よろしくです。